洋服洋服とは、西洋服の略で西洋風の衣服のこと。英語のウエスタンクローズにおおむね該当する。ヨーロッパの服飾に起源を持つが、列強各国の各地進出に伴って、アメリカ大陸やオセアニア等の植民地をはじめ、世界各地で広く用いられ、19世紀末以降の近代化とともに、中国や日本等でも使用されるようになった。この過程で、 日本語や中国語、朝鮮語において伝統的な衣服、日本の場合は服、着物に対する概念として、これらの西洋起源の衣服が洋服と呼ばれるようになった。それ以前には、オランダ、オランダから聞きた服という意味で、乱服、南蛮服、高毛服と呼ばれていた。洋服は各地の伝統的な服飾の要素も取り入れながら発展し、民族服の形成。 変化にも影響を与えた。現在では、背広やドレス、シャツとズボンやスカートの組み合わせ等のほか、アメリカ合衆国を中心に発展した簡素な T シャツ、ジーンズ等が世界中で使用されている。今日の日本では、洋服が一般的になったため、単に服といえば、洋服を着物といえば、和服を指すことが多い。何百年も前から、 人々は自分を表すために洋服また被服をまとってきた。縫製技術から見ると和服が直線に立った生地を縫い合わせるのが基本であるのに対し洋服は体の形状に合わせて曲線的に立った生地を縫い合わせるのが基本である。16世紀、ポルトガルやスペインからキリスト教宣教師等が日本に渡来すると日本でも西洋風の服飾、 南番服が見られるようになった。織田信長は西洋の服や鎧を着ることも好んだことが知られている。江戸時代、日本は鎖国政策を敷いたため、基本的には人々が西洋風の衣服を目にすることはなかったが、長崎の出島に駐留するオランダ人等の服装は出島以外でもオランダ省官庁の江戸散布等を通じて目にすることができた。 1858年の日米、修行通商条約により、各地の港が開かれると、役人や通訳などの直接外国人と交渉をする立場の人間を中心として、洋服を着用する者が現れた。江戸時代には、キリスト教に対する禁教令により、洋服を着ることは忌避されたが、幕末にイタリ軍備の西洋化を進める諸藩や幕府では、 西洋式の軍服を導入した。1864年、金門の変を理由に、長州征伐の兵を挙げるに際しては、軍服を西洋式にすることを決め、古伝馬町の商人である森田治兵が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが初だとされる。この頃、最後の将軍、 徳川義信がナポレオン三世から送られた司令官服を着用した写真が残っている。また、長州期兵隊の兵も西洋式の軍服を着ていた。明治政府は王家政策をとり、その一環として伊藤博文は宮中での洋服着用を推進した。1872年の大乗館、布告339号、大礼服及び通常礼服を ただし、名冠を再服と、試す等の件により、男性については、ヨーロッパの宮廷服に習った、大礼服などが定められた。またその前年の1871年の散髪、脱刀礼、大乗官399号により髪型も、従来の曲げから、残切り頭が、一般にも広まった。以後、警官、鉄道員、郵便不等の制服、また、 教員の服装などが西洋化した。制服の製造またその払い下げ品を扱うところから洋服の仕立て屋や貸し出し店が各地にできた。大正時代にサラリーマン層が成立すると、公の場では少なくとも男性は洋装をし、ネクタイを着用するのが当たり前となった。しかし、自宅に戻るとは服を着て過ごす人も多く、職業によっては仕事の際にも 和服を着用した。一方、女性の洋装化は遅れ、上流階級では、六名館の舞踏会で着用されたほか、1886年に女性の大礼服などが定められたが、一般には、和服が着用された。大正時代に入ると、大正デモクラシーの影響か、モダンガール、モガや、バスの女車掌などの職業婦人は洋服を着た。また、 1923年の関東大震災では、体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年に東京婦人子供服組合が発足し、女性の服装の西洋化を目指す運動が盛んになった。1927年9月21日には、同組合主催により、当時の銀座三越において、 日本国内初のファッションショーが開催される。これは一般からデザインを募ったファッションショーでもあった。また、日本橋にあった白木屋デパートにて発生した大規模火災で和装の人々に被害が多かったという認識が示されたことも相まって従業員の服装を西洋式に改める百貨店が増加した。 1930年代後半から1940年代前半にかけては太平洋戦争の戦時体制下の物資欠乏により繊維、衣服の統制が極端に進んだ。1940年に国民服令によって男性の国民服が定められた。1942年からの医療ニップ制度においてスーツの点数が高かったこともあり。 流通する衣服の大半が点数の低い国民服となった。女性には和服と洋服を設置した婦人標準服が制定されたが普及せず和服を作り替えたモンペを着用した。戦争による壊滅的な打撃を受けた日本は敗戦後はアメリカなど連合国からの援助に頼ることになった。食料などと同様、医療品も不足し GHQ の放出医療、 古着を通して洋服が流通し、占領軍ファッションとして流行した。は、昭和期の最大の事件は、日本人の様相家であると述べている。ナイロンをはじめ化学繊維の統制撤廃の後、化学繊維を使用した衣服が作られ始めるのは1951年頃で、繊維産業でも、ビニロにやテトロン、ポリエステルの商品名、レイヨンなどの化学繊維の開発、製造が進んだ。 既牲服の製造、販売業も交流し、1960年代以降、医療の大量消費の時代に入る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。